アイテム番号。SCP-31。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-31 は、サイト77にあるセーフ、SCP 棟に設けられた、標準的人型生物用の収容室に入れられることになっています。SCP-031 と接触する職員は、SCP-31 を直接に見てはならず、各室に設置されたインターカムを通じて被検体と交信するようにしてください。収容室は、SCP-31 の影響を軽減するための不透明なゴーグルを装着した管理スタッフによって、週に一度は清掃する必要があります。説明。SCP-31 は 75kg の質量を持った不定形の有機体です。SCP-31 は時速 3km の速さで移動することができ、移動すると油の跡を残します。回収された金銭維サンプルの検査によれば、SCP-31 の少なくとも一部は人間と同じ金銭維及び浪費組織からなっています。SCP-031 はあらゆる音程、口調の人間の喋り声を模倣することができますが、SCP-31 がどうやって発生しているかは現在のところ不明です。SCP-031 を直接見た対象者は SCP-031 のことを、対象者の過去いくつかの時点で面識を持ち、また恋愛的な魅力を感じていた人間として認識します。見られていることに気づくと、SCP-31 は自身が上記の人間であり、また過去の事情のため貧困にあえいでいると訴えます。SCP-31 は対象者に対し、落ち着いた状況に戻れるまでの長い間、一緒にいさせてくれるよう説得しようとします。この影響は SCP-031 を直視した全ての対象者に対して適用されますが、SCP-31 の影響を受ける人数の上限については研究で明らかになっていません。住居に入り込むと、SCP-31 は対象者と恋愛的な関係を築こうとします。この時 SCP-31 は対象者と接触しようとはせず、発声のみを使用します。もし対象者が受け入れれば、SCP-31 は彼らの家に住み込もうとします。SCP-031 がさらに別の対象者に影響を与えようとするときは、対象者を説得して恋愛感情を向けるのをやめさせようとします。しかし、いくつかの事例においては SCP-31 が一度に2人以上の対象者に影響を与えようとしたことが記録されており、観察された最も多いときには同時に8人と関係を持っていました。SCP-031 は複数の人間に観察されている際もこうした方法で対象者に影響を与えようとするため、必然的に観察者たちは SCP-031 に関してそれぞれ異なる外見、人格、性別を目撃することになります。SCP-031 は、財団の表向きの顔の一つであるホテルで起こった、とある暴力事件の最中に回収されました。複数の対象者が SCP-031 の外見に関して全くバラバラの報告を行い、また初期回収チームも SCP-031 の影響を受けました。しかし記憶喪失効果のある吸入式の精神安定剤を広域散布することで、影響を受けた対象者たちは鎮静化され、MTF は SCP-031 を収容することに成功しました。1958年11月10日以来、SCP-031 はセーフクラスに分類されています。ほい。研究により、性別を持たない対象は SCP-031 に影響を受けないことが明らかになっています。しかし、こうした対象はすべて、SCP-031 のことを、体の形に沿って黒ずんだ煙に覆われている、小さくてブヨブヨした人型の姿であると報告しています。これらの対象者がなぜこうした形での影響を受けたのかについては、検査が予定されています。